荷物が多い時に大活躍してくれるトートバッグ。通勤や通学はもちろん、オンオフ兼用できます。しかし、レディース向けのものは、種類が多く迷ってしまいがち。そこでこの記事では、素材や年代別などの選び方や、おしゃれブランドのおすすめ、人気アイテムをご紹介しています。ぜひ、参考にしてくださいね。リストの最初の製品は、トートバッグ、ルイ・ヴィトン、ルイ・ヴィトン。世界中から愛されるルイ・ヴィトン。こちらのレディース・トートバッグは、収納力抜群ながらもかさばらず、かっちりとしながらもしなやかがあり、大人な印象を与えてくれるアイテムです。サイドのストラップを締めればスタイリッシュな雰囲気に変えることができて、コーディネートの幅も広がりますよ。リストの2番目の製品は、バーティカルカバセレン、セリーヌ。人気ブランドのセリーヌ。こちらのレディーストートバッグは、人気定番シリーズのカバス、カバにインスパイアされたカバスセレン、カバセリーヌのアイテムです。キャンバスとレザーを組み合わせたデザインがとてもオシャレ。ショルダーにもなるので斜め掛けや肩掛けにも対応していて便利。リストの次の製品はトートバッグプラダ、プラダ。プラダで人気のレディーストートバッグのカナパシリーズ。ロゴのプリントがオシャレで可愛いです。また、街が広めで、荷物も出し入れしやすい上に、スナップボタンで留めることも可能です。手提げはもちろんショルダーがついてるためにウェイで使うことができるのも嬉しいポイント。次の製品は、トートバッグコーチ。幅広い年齢の女性から人気のコーチ。こちらは、レザー素材を使用した、レディーストートバッグです。シンプルなデザインは、上品さがあり、年齢やオンオフ問わず使えるアイテムとなっています。ファスナーがついていて、中身のものが見えないようになっているのも安心です。長く使えるアイテムが欲しい方におすすめ。次の製品は、トートバッグ、マーク・ジェイコブス、マーク・ジェイコブス。マーク・ジェイコブスのレディーストートバッグ。A4 サイズ収納可能な上に、内部は仕切りポケットがついて、荷物を整理するのにも役立ちます。また、細身のハンドルが女性らしさを演出。加えて、南京錠のチャームや色使いなど細部にまでこだわったデザインがおしゃれです。綺麗めに使えるアイテムが欲しい方におすすめ。次の製品は、グローサリートート LL ビーン、LL ビーン。こちらのトートバッグは、大きめのサイズ感なのでちょっとした旅行にも最適です。また、街が広く、食材を買いに行く際も活躍してくれる万能なアイテムとなっています。薄手のキャンバス生地なため、折りたたむことができるのも嬉しいポイント。デザインがシンプルなためレディースはもちろん、メンズもお使いいただけます。次の製品は、トートバッグ、マーク・ジェイコブス、マーク・ジェイコブス。マーク・ジェイコブスのレディースに人気のシリーズ、ザ・トートバッグ。魅力はシンプルなカジュアルさにあります。また、丈夫で軽いコットン素材を使用していて、ちょっとしたお出かけや旅行、ジムなど様々なシーンで活躍してくれます。年齢を問わず使えるアイテムです。リストの次の製品は、トートバッグシアラ・マイケル・コース、マイケル・コース。マイケルコースのレディーストートバッグのシアラシリーズ。特徴はカラーバリエーション豊富な点にあります。ぜひ好きな色をチェックしてみてください。また、綺麗めなデザインなので通勤にも最適です。しっかりした街、ファスナー、ポケット、低秒もついていて機能性も十分なアイテムです。リストの次の製品はトートバッグハンティングワールド、ハンティングワールド。自然を愛し野生動物の環境保護に対する情熱から生まれたブランドのハンティングワールドのトートバッグ。幸福の証で自由と蘇生のシンボル、牙のない小僧のロゴマークがポイントです。また、リバーシブルタイプなので気分に合わせて変えることができます。B5 サイズなので小さめのものを探している方にもおすすめ。リストの次の製品は、ダウントートバッグルートート、
ルートオート。こちらは、インナーに羽毛を使用した軽さと暖かさが特徴のレディースのトートバッグです。寒い時は両サイドのルーポケットに手を入れれば、防寒具にも使えて便利な仕様になっています。B5 サイズ以下の小さめサイズとなっているため、ちょっとしたお出かけやお散歩にもおすすめです。次の製品は、トートバッグロンシャン、ロンシャン。こちらは、日本の折り紙から着想を得たルプリアージュシリーズのトートバッグです。また、素材には、耐久性と軽さに定評のあるナイロンを使用し、ハンドルやフラップ部にレザーを組み合わせることで、高級感を演出。綺麗めデザインでどんなシーンでもお使いいただけます。また、A4 サイズのものが、収納可能なためノートパソコンを持ち歩く方にもおすすめです。リストの次の製品はダブルフェイス A4 バッグやホッキー。日本のブランドのやホッキー。こちらのレディーズトートバッグは A4 サイズ対応の縦長サイズが特徴となっています。また、素材には滑らかなスムースレザーを使用してシンプルで洗練された印象に。マチもしっかりあるので収納力も抜群です。通勤にも私服にも合わせやすいおしゃれなアイテムを探している方におすすめ。次の製品はスペードフラワージャカードストライプマーケットミディアムトートケイトスペードニューヨークケイトスペード。若い女性に人気のケイトスペード。こちらのレディーストートバッグはまるで絵画のようなイタリアリモンタ社製。カスタムファブリックを素材に使用。そのため、おしゃれな柄物アイテムをお探しの方におすすめのアイテムとなっています。可愛いだけではなく、ファスナーがついていたり、ポケットもついていて機能性も高いです。次の製品は、フェイスホワイトレーベルビッグロゴトートにザ・ノースフェイス、ザ・ノースフェイス。こちらのアイテムは、韓国のノースフェイスのアイテム。軽くて、丈夫な上に、トートバッグとしてはもちろん、ショルダーにもなるニューウェイタイプなので通学におすすめなアイテムとなっています。内部上段に小さなポケットがあり、リップクリームや手鏡などちょっとしたものを入れるのにも便利です。レディース、メンズ関係なく使えるデザインとなっています。次の製品は、ジャガードテープバッグ M シアタープロダクツ、シアタープロダクツ。A4 サイズもしっかり入る軽い素材のナイロンを使用したレディースのトートバッグです。ハンドル部分に使用されているオリジナルジャガードテープがポイントとなっていておしゃれな上に広く設計されているため肩掛けの際もゆったり使うことができます。カラーバリエーションはおしゃれなアースカラーが揃っています。リストの次の製品はハニートートサムソナイトレッド。サムソナイトレッド。小さめサイズ感のレディーストートバッグです。優しいカラー使いが可愛いアイテム。また、ハンドル部分が29cmと長めなため、肩掛けの際もゆったり使うことができます。また、バッグの中にスナップボタンがついているため、開けっぱなしにならないのも嬉しいポイントです。次の製品はクロコダイル、柄レザートートバッグナンバー9。こちらのレディーストートバッグは、クロコダイル柄をあしった縦長のデザインが特徴となっています。また、無駄な装飾のないシンプルさがどんなコーディネートにもよく合うアイテムです。素材には合皮を使っていて、価格も1万円台となっているのも嬉しいポイント。また、カラーバリエーションは4色展開となっています。次の製品は、トートバッグアグネス B。アニエスベー。おしゃれな人に人気のアニエスベー。こちらのトートバッグは白地のコットンを使用していてデザインもとてもシンプル。どんなコーディネートも合わせやすく、レディース、メンズ関係なく使うことができます。街も広めなのも嬉しいポイント。メインとしてもサブとしても使えるサイズ感です。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくためにチャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。